いよいよ4年に一度世界の運命を決めるガンダムファイト決勝大会。さあ拳で語り合おう。それもまた対話だというのならば一向の余地はある。最終バトルロイヤルの朝となりました。ですが我らを待ち受けるリング、乱闘島は何やら怪しげな妖気を漂わせています。何事もなければいいんだけど、果たして。ターゲット確認。これより破壊する。ヒーロー君、あのもしかしてガンダムファイター？そういっ、ヒーロー君、ガンゼロシステム。誰よりも戦い抜いてみせる。俺にはこの生き方しかできない。彼とはまた会うと思うよ。とりあえずカッカさんの話とかもその時にね。ガンダムファイトくらいさっぱりしててくれると理解も楽なんだけど。そう考えると結構いいシステムだよね、ガンダムファイトは。とタイガーピアス、この二刀流なら。俺はロージャンク屋だ、よろしくね。闘牛力のガンダムアストレイ、スミックイラの武器、全部盛りのレッドフレーム回だ。動きが違う、コーディネーターさんか。やるな。まあ、くそー、修理費いくらになると思ってんだ。こんちくしょう。ブレイクアウト成功。なんだか申し訳ないわね。まあガンダムファイトは非常なものだから。非常識の間違いだと思うんだけど。よし、ルートが開けた。奥の後ろに大きなブレイクハ。オルガ、ここが俺たちの場所なんだ。君、私がわかる。ユノ・アスタルトよ。何度も同じデッカラーとして戦ったのに。俺はさすが小隊長バルバド。オルガが止まらない限り俺も止まらない。これまでもこれからも。デッカ団代表のファイターブレイクアウト成功だね。本当に彼は家族である鉄火団とオルガ団長のために戦ってるのね。でも次に会う時があるとしたら団長さんは多分もう。さくら、どうしたの？さすがシャイニングのお兄さんだ。これがゴッドガンダム。ドモンさん、思ってたよ。このターン X こそ黒歴史を知らないオロ。このターン X、 武士の本懐遂げられんというのか。やっと帰ってくれた武士。日本の侍とか武者のことだね。プライドの高い兵士というか、ジャパニーズ侍。ドモンさんがネオジャパン出身だからかしら。それは黒歴史。そして人類です。
その類似点も気になるところね。聞け、我こそは武者ガンダムなり。ネオジャパンのガンダムファイター？ガンダムファイターどころかガンダム自身だよ。この島はいい。こんな正体の大将、家電の泣き方、武者ガンダム打ち取ったり。さよう、武士は地力はが肝心、面目ござらん。すべてのブレイク現象の修復を確認。いやー、とんだガンダムファイト決勝大会だったね。こんな狭い島でやるには密度が濃すぎよ。広い火星とかでやればいいのに。それはダメだよ、犬姉さん。ガンダムファイト国際条約第7条。ああ、そうか。地球がリングだ。世界に降りかかる火の粉は俺たちが一掃してみせる。ガンダムファイト、レディーゴー。さあ、拳で語り合おう。それがまた対話だというのならば、一考の余地はある。すごいエネルギーの竜巻、あれをガンダムファイターが。ガンダムによる闘争において最小にして最大の戦いだ。アームズ、どうしてここに。あの戦いはたった2機のモビルファイター、ゴッドガンダムとマスターガンダムによるもの。戦闘行為が成り立つ最小単位だよね。でも最大っていうのは。彼らは戦争をしている。正解だ。戦争の中心には必ずガンダムがいる。そして今終戦を迎えようとしているんだ。どうしてデビルガンダムをめぐる戦いが起きたの？その記録が私の仕事だ。そしてガンダムファイト史上に残る最大の戦いの中で戦争の本質が見える。ちょっとどうしたの、マスターメガネ。エラー、本人格に当該事故。ふん、弟子が師匠にかなうわけあるまい。わしが身をもって教えてくれるわ。黙れ、言ったはずだ。お前を二度と師匠とは思わないと。同胞腐敗。近いよ、急いで。デスアーミーの反応だと。いかんな。そこだ、直撃させる。うまかった。そこだ、当たれ。
球連邦コロニーのガンダムファイター。邪魔だ。残ったデビルガンダム細胞が活性化しているのだよ。赤破天鏡ゴッドフィンガー。よし、今こそお前は本物のキングオブハート。それもまた対話だというのならば一考の余地はある。敵を確認した。これより攻勢を開始する。リリー少尉、こちらロンドベル隊、敵は市街地へ進んでいます。ああ分かってる。初めての共同作戦だ。うまくやって後で祝杯と行こうぜ。袖付きが来るよ。リリー少尉さん、カバーをお願い。俺にやらせてくれ。みんなは援護を頼む。崖の上にロングライフル装備のザク、狙撃に気をつけてください。トリントン基地にいるはずのザクスナイパーにリリー少尉さんがいるか。コズミックイラの時代に宇宙世紀がブレイクインしてるのね。あ、袖付きのギラス。ミッション内に変なデータ反応があるな。80年の初頭だから犬姉さんたちの時代かな。この時代から10年。どうしてこんなに宇宙世紀のモビルスーツばっかり。ブレイク現象に偏りが生じているの。ままならないことってのはあるもんだ。でもどんな状況だろうと目指せばデストロイガンダムだよ。小隊長さん、街で暴れてるデストロイガンダムの通信を傍受。上からザクワンの狙撃、注意してください。また出てきやがった。打ち返しちゃうんだからね。俺たちであいつの動きを止めるぞ。ま、街が巨大ガンダムに。そうだ、ユニコーンガンダムは。デストロイガンダムの足元、バナージ君。やめるんだ。こんなことを繰り返していたら心が壊れて人間ではなくなってしまう。来るな、来るな。バナージ、あいつまた。デストロイガンダムは町から遠ざけようとしているの。あのガンダムを倒すべきガンダムたちがこの歴史にいない以上ベストかもね。戦争なんだぞ。状況をよく見て、ここで俺たちが戦う理由なんてないんだ。なんだお前は。お前が敵、私たちを殺す敵。このパイロットに何を言っても無駄だ。破壊するしかない。レディー少尉、やめてください。どうしようもないことが現実にはあるんだ。バナージ助けて。こんな戦い怖いことだってわかるんだよ。シン、確かこの時代のダストのエース。この力、何？暖かいけど怖い。人はみんな分かり合えるんだ。デストロイが移動を始めた。何？リリーさん、俺の背中は任せました。好き勝手なことを。リリー少尉、小隊長さん、ちょっと待って。大きなブレイクインが来る。これが俺の戦いだ。大佐は私が命に変えてお守りする。この力示させてもらう。大佐ってシャア・アクナブル大佐。大佐の前で己帰っちまえ。アンジェロが落とされるとは敵も随分とできるようだ。当たれ。これはどうだ。直撃させる。いい腕試しと思わせてもらう。箱を使いスペースノイドの宿願を果たせるのは我々だけだ。ザプラスの箱、ス
ペースノイドの自治独立を実現。誰であろうと見事と言いたいところだが、覚悟フルフロンタル。君自身が作り出した魔物が君を探している。みんなで俺を否定するのか。リリー少尉、どうしたんですか。ユニコーンは守れたのに。それにデストロイガンダムの攻撃もやめさせた。バナージ君のお手柄。どれだけ俺を惨めにさせたら気が済むんだ。え、少尉。やっぱり、もし次に会うことがあったら、彼はもう選ばれた後なのかもね。これが俺の戦いだ。フリーダム、あいつら、なんて大きさだ。こんなデストロイガンダム、すごい耐久力。陽電子リフ、ザフト軍のモビルスーツ、こちらに接近中。すっごく速い。あれは確かインパルスか。ステラ、焼き尽くす全てを。なんなんだよこの化け物は。このどうしてこんなことを。なんでそんなに殺したいんだ。今の動き、彼はもうここまでの力をつけている。こいつさえ落とせば。やめろ。どうせな、何を。あれに乗っているのはステラだぞ。何をやっている。的になりたいのか、インパルスのパイロット。やめろ。ステラ、守る、し、き、ステラ！ソーラシステム2、向こうに見えたわね。でも、コロニーは止められない。さあ、拳で語り合おう。それもまた、対話だというのならば、一向の余地はある。だが、まだできることはあるのだよ。パーメス・マーキュリー、待ってたわ。どうやら正気のようね。マスターハーネス、できることって。残念だが、それを口にすれば検索ワードに引っかかり、管理システムに捕捉されるだろう。それにザフト軍はもう来ているぞ。ザフトと落ちゆく頃に、あの事件。農業用プラントが地球に落ちたっていう。ブレイクザワールド、
宇宙世紀 0083 の星の屑作戦と混戦してる。それだけではない。このミッションのデータの壊れ方は異常だ。だからこそ管理システムの目を逃れて介入できたってこと？このチャンスを逃すわけにはいかん。このミッション中に必要なデータを組み上げる。レディ・ユノに真実を伝えるためのデータ。しばし俺のエスコートを楽しみつつ待ちたまえ。なんか腹立たしいけど、まずは一緒にザット軍を排除して。小隊長、ブレイクイン確認。これミッションへの強制介入だ。 MISTER 長いから今後はミスターで統一して。あれ、あなたがプログラミングした無人機でしょ。だがここに送り込んだのは俺ではない。まさか追跡されたんじゃないの？あなたの造反が管理システム側にバレたら。少なくともこのミッション中は手を出すまい。史実データの破損を恐れてな。だがこれで奴に気づかれたのか。もう落ちようっていうコロニーになんでこんなに敵が。状況が正しく認識されていない。強制的に割り込まされた無人。ミスターの影響も大きいようだ。確かにミッションデータ全体にものすごい負荷がかかってる。静止データにも影響が出るかもしれん。トゥルーミッションに、うん、どうなるの今回のブレイク現象。連邦艦のサラミスがこんなところに着底を。コロニーの落下はもう止められんが、制御室からなら多少の軌道修正は可能だ。直縁のモビル。世界が欺瞞に満ち溢れていることになぜ気づかん。邪魔をするな。今こそ思い知るがいい。我らが悲しみを怒りを。元ザフト軍のテロリスト、ニュース7を落とした実行犯の一人だよ。ここでブレイクザワールドの再現を。その程度で我らを止める気か。こんなひよっこどもにやらせはせんわ。これも人の怨念がなせる技か。ここで無残に散った命の嘆き忘れ、撃った者らとなぜ偽りの世界で笑うか。貴様らは。それじゃ戦争は終わらない。相手を殺し尽くすまで戦う気なの。なぜ気づかぬか。我らコーディネーターにと。くそ、これで終わりだというのか。オールドタイプとニュータイプ、普通の人間と遺伝子操作された人間。違いなど些細なものであるはずだが、始まってしまえばもう止められんのだよ。ブレイク現象も止まらない。クリオモビルアーマークラス。倒さなきゃ倒さなきゃ倒さなきゃ。 GFASX-1 デストロイガンダム、地球連合の開発した広域殲滅用のモビルアーマー。元ザフトのテロリストの次だ。地球連合のエクステンデスト。投薬や外科手術、記憶改ざんによってセット。よかった、ブレイクアウトできた。このミッション、やはり静止データまで破損している可能性がある。気をつけることだ。ハーメス・マーキュリー、今回はありがとう。礼が早いな、レディーユ。俺自身この後どうなるか分からん。あれ、最初何かデータを組み上げるとか言ってたような。今戻られてももうコロニーが落ちるから、私たちもブレイクアウトするよ。これが俺の戦いだ。戻ったの？ユノ姉さん、あれ。く
去った連邦に属さねば貴様も苦しむことはなかったろうに。アイスユートだ。ガトー、ここで決着をつける。もはや語るまい。さあ拳で語り合おう。それもまた対話だというのならば一向の余地はある。外部ユニットは壊されたけど試作3号機は無事ね。いやおかしい、アームドベースオーキスが機能してなかった。輸送コンテナのブースター、ビームを防ぐアイフィールド発生機も全部。本来の歴史と状況が違うってこと。阻止限界点を超えた今、この近くにいるのはウラキチューンのアルビオン隊だけのはず。でもサラミスやムサイは展開してるわよ。史実通りなのはソーダシステム2が損傷していることくらいなんだよ。静止データにも影響があるっていうのはこのズレのことなのね。このままじゃソーダシステム2の照射からウラキチューンさんは逃げられない。え、あれってもう損傷してるって。残ったミラーからもう一射来るんだよ。盾になってくれるアームドベースがもうない。じゃあ私たちが注意を連れて脱出しないと。小隊長さん、駆け抜けに。コーン・ウラキチューン、こちらアルビオン隊、戦列に加わります。すまない、援護を頼む。増兵どもがどれほど出ようと物の数ではない。注意さん、無理は。まだやられるわけにはいかないんだ。たーディアーたーディアー。気迫のぶつけ合い。でも今の試作3号機じゃウラキチューンはモビルアーマー相手じゃ。もはや誰も止められんのだ。ガトー、私はただ駆け抜けるだけのこと。何、ガトー、我々の真実の戦いをもちろんように伝えるために。まだなのか。ガトー、注意さん、ぼっちゃダメ。もう時間がない。ブレイクアウトするよ。後の世に戦いを伝える。その集積データが G ユニバース。ここがトリントン基地。そう、デラーズ紛争から13年後のね。ブレイク現象は。さあ拳で語り合おう。それもまた対話だというのならば一向の余地はある。コウラキ出ます。開発計画の試作3号機 GP03S ステイム。こちら地球連邦軍コウ・ウラキチュイ、援護頼む。こちらトリントン基地防衛隊です。援軍か、助かる。時間がないんだ、こうしている間。私に出会ったのは貴様の海の月だ。遅い。やはり木馬はジャブローに侵入したようだな。間違いない。やつだ、やつ。少しはできるようだな。バカに。この私に、私にプレッシャーをかけるパイロットとは一体何者なんだ。やった、ニュータイプに勝てたんだ。すごい、ウラキチュイさん。でも本命のモビルアーマーはこの先だよ。青く正常なる世界のために。ダルサ、所属コード不明。またブルーコスモス、ちょくちょく出てくるね。コズミックイラ時代の機体が。なんでジムが攻撃してくるのってちょっとびっくりするけど、もしかしたら特殊なデータを持ってる連合のモビルスーツがいるのかも。敵影を確認、迎撃を。上、
人の生は何を成したかで決まる。敵に底なし。行くぞ。私の存在はサハリン家のために。ナサで戦ったノリス・パッカール大佐。そこをどけ。レッド、アイナ様の望み、どうやら死に場所が見つかった。面白い人生であった。ノリス大佐、ブレイクアウト。グフの乗り手ってなんか特別な感じね。勝った、勝てたのか。私たちの勝ちです、ブラキチュイ。このままミッションを成功させましょう。ブレイク反応はまだある、急ごう。向こうに見えるのはコロニーの残骸。ああ、13年前ブラキチュイさんたちはあそこで演習をやってたんだよ。そしてガンダム強奪事件が起きた。俺は追いつけないのか、ガトーに。注意、歴史が正しく流れれば大丈夫です。次で最後だよ。また一年戦争のエースが現れるはず。連邦の有象無象どもに再び見せてやろう、ソロモンの悪夢を。何？一年戦争時代のエースってアナベルか。そのような腕でデラートフリート。おお、見上げたものだ。おお、見直したぞ。これほどの手だれであったとはな。この機体なら俺ならこれくらいはできる。そう、確か裏木とか言ったな。二度と忘れん。そこだ、ガト。貴様との決着はこの後だ。よかった、試作3号機も正常にブレイクアウトできた。ブラキチュイはこの後って言ってたけど、ちゃんとした形で対決はできるの？これはトゥルーミッション次第だね。あの二人のことだから何か起きそうな気はするけど。たとえこの存在が矛盾をはらんでいたとしても。市街地に高エネルギー反応だよ。さあ、拳で語り合おう。それもまた対話だというのならば一向の余地はある。前方、市街地にモビルアーマーを確認。さくら、ユニコーンガンダムは上空に袖付きの航空貨物船ガランシエールが来てる。え、どう、もう乱戦状態なのね。ジオンの地上残党軍が出張ってきてるからね。基地だけじゃなく港にまで戦線が拡大しちゃってる。今の私たちは地球連邦軍だからこっちも放ってはおけないんだけど。対応は任せるわ、小隊長。でも私たちの目的はあくまでモビルアーマーよ。私の姓は父と母、その同胞たちの魂の胸を晴らすためにある。お前たちが悪いんだ。俺は彼女を止めたい。止めなきゃならないんだ。ガンダム、俺に力を貸せ。スノアレ、そこにいるのはバナージなの？裏切ったというの？モビルアーマーのパイロットと。なぜこんなことをするんです、ローニさん。母の苦しみ、父の無念、
分かられてたまるものか。リリー少尉、聞いてくれ。ロニさん、これは君が本当にしたいことなのか。お父様、お母様、ごめんなさい。邪魔をするな。思い知れ。このヨドン乗れバナージ。リディさん、ロニさん、戻ってくれ。可能性に殺されるぞ。そんなもの捨てちまえ。ガンダムラトレイヤーモビルアーマーコネクティングシーケンス、プラグイン P、 データリンク合体完了しました。さあ拳で語り合おう。それもまた対話だというのならば一向の余地はある。船馬ブル、戦闘フェーズにシフトします。戦車型モビルアーマーと合体した。識別はラトレイヤなのに反応がでかいってこういうことだったの。 SACRA スラッシュ、損傷は警備、警告します。警告？何の？損傷率 50% オーバー、船馬ブルの稼働データを更新します。反対してるくせに淡々とデータ更新してる。敵データの収集、損傷率 75% オーバー、被害拡大、データのバックアップ処理を開始します。船馬ブル、データリンク開始。船馬ブル撃破されました。機密保持のため機体をデリートします。見事だ小隊長君。レディーユの暗号解析だ。忘れるな。そして俺のようにはなるな。さらばだ。待って、カルス、モビルアーマーのデータ消失を確認。あの赤メガネどうなっちゃうんだろう。一度イリオンステーブルに戻るわ。サクラ、あなたに伝えなきゃならないことがあるから。世界に降りかかる火の粉は俺たちが一掃してみせる。